それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず私の方から伺っておきたいお話があって、はい、先日定例会の閉会の後に直ちにお越しくださいとお呼びかけましたんですけども、なぜ来られなかったのか、その理由からお伺いしてほしいでしょうか。はい、まあ、候補委員会が終わった後に予定されていまして、で、候補委員会、まあ、市長からそういう呼びかけがあったので、それ終わってから候補委員会しませんかという話を投げかけたんですけども、はい、直ちにやるということでしたので、で、まあ、それはあらかじめ決まっていたので。なんで候補委員会を先にされたんですか。それは私たちの判断ではなく、候補委員会はどのような要件に開催されるんですか。委員長の招集に基づいて断ったらいいんじゃないですか。委員会が開催される、開催はされて、じゃあ我々が出席しませんとなると、まあ、言い方があれですけど、すっぽかすということになってしまいますので。なので要件を聞いたんです。議会は定数の何名以上いるから成立するってあるじゃないですか。委員会は何人から成り立つんですか。半数。お二人が欠席したら会候補特別委員会もその要件が当てはまるか、すみません、ちょっと確認が取れてないんですが。じゃあルールがよく分かんないのに言われるがままにそっちに行ってしまったってことですか。で、拒否すべきだったと思うんですよ。お二人がそう言われたように、提案されたように先にここに意見交換に行くべきじゃないかというふうには主張されたんですよね、委員長に対して。まあ、僕に関してはまあ、お誘いをした一緒に行きませんかというお誘いなので、はい、先にすべきじゃないかというのはすみません、南田さんの方がということです、はいはい、委員長は行かないと、候補委員会をやるんだと言われた。まあ、行かないとは言ってないです。候補委員会をやるとおっしゃってました、うん、なぜそこで止められなかったんですか、うん、優先順位が明らかだと私は思ったんですけども、お二人はそのように思われないんですか。議会頼りの話をするって言ってるのに、議事の後直ちに通知も出してますし、にもかかわらず広報委員会をやるっていうのはついつまが合ってないと思うんですけど、それについては委員長に何か愚痴にされなかったんですか。そもそも議会頼りをが、まあ、紙面としての発行はしなできなくなったとしても、議会頼りとしてどうそれを情報発信をしていくかというのはやらないといけないというのが前々の課題があったわけで、それを、まあ、予算が確定してない時に議論ができないので、まあ、最終日だと、まあ、予算がどうなっているかはっきりするので、最終日にやろうというのが、まあ、以前からの話だったわけで、まあ、そこの予算が修正案が通るという形になったので、じゃあ何をしなきゃいけないか、まあ、終わったと市長が申されたように、市長決裁がないと発行はさせませんというのを、まあ、そこではっきり言われましたので、はい、それを踏まえて、委員会として、紙面をどう作っていくか、まあ、紙面というか紙では出せないんですけども、どうしていくかという協議はしないといけないという中での委員会の中で、まあ、協議を。なので必要性は私が議論しなくて、それやったらいいと思うんですよ。なぜ直ちにこっちに来るのがあったんですか。それ優先されたんですか。先にやる理由って何かあるんですか。まあ、先に決まってきた。決まってないですよ。だって消防に金額いく予定だったんじゃないですか。いやそれは消防ですよ、ね、消防があって、ですよね、これは記録に残すためにわざわざそれ言ってるんですけども、後閉会後にまず何をされる予定だったんですか。消防です。消防の見学。それどれぐらい時間を予定されてましたか。どうですかね。30分ぐらいですかね。ですよね、うん、はい。まずそもそも30分、消防に行きますという予定があった。じゃあ何時に閉会する予定だったんですか。いや、閉会の予定は決まってません。決まってないですよね。た、う、と、ん、時に広報委員会は何時何分から始まるという予定ないじゃないですか。ないです、ないです。でも閉会後に招集されてますから。いやいや、何時からという広報委員会の予定はなかったですよね。ないじゃないですか。ないじゃないですか。た時に、ね、いつから始まるか分かんない。5時から始まるだっていいわけ、始めたっていうわけじゃないですか。もそうです。にもかかわらずここに来れなかったっていうのは何でなんですかというふうに聞きます。それは時間的猶予があったんじゃないですかと私は申し上げます。例えば、はい、10時から定例会始まります、はい、11時に終わる予定で、はい、11時から消防入ります、はい、じゃあそれがまあ1時間ぐらい見越して1時から広報委員会をやりましょう、はい、と決まっていたのなら、ここの、11時
の消防がなくなったら、はい、まあ、次1時というのがはっきりしているので、じゃあここ時間が空きます、はい、というので、じゃあこっちに来れるということは成り立つと思うんですけれども、まず消防が終わったらという時間が決まってなかったので、はい、市長がおっしゃるように後ろに繰り越すことも可能だったと思うんですけれども、はい、逆にこれがなくなったがために前に来てしまったということもあり得るわけですよね。いや、あり得ないです。だって公務委員会始めるって決めてないわけですから、はい、後でも構わないじゃないですか。それ全部主観の話ですよね。で、この年明けの再、先決の時の議論でお二人は特に、ね、時間的猶予の有無を議論されたわけじゃないですか。その時に私は客観的に計算してできなかったと言われたんですけども、できたはずだと、できたんじゃないかとおっしゃったわけですよね、主観で。で、今回も今度は逆の立場で同様に主観に基づいて主張されてるんですよ。それ論理が矛盾してますよねって言ってるんです。いや、そうではなくて、はい、そのな、じゃあどのような理由で直ちに来てくださいと通知も出して閉会後直接も問いかけたんですけども、なぜ広報委員会優先されたのか、それをもう一遍お伺いします。優先する理由がどこかにあったんですか。あったならそれを教えてください。いやいや、優先する理由は、はい、まあ先に決まってたから。先に決まってたというのは何時何分に始まると決まってなかったじゃないですか。決まってなかったですね。何時何分は決まってなかった、はい、決まってなかったら時間的余裕は無限にあるじゃないですか、広報委員会については。いや、終わった後やるっていうふうに決まってたわけですよ。はい、それはいいですよね。はい、でも何時から決まってなかったですよね。終わったらやる。いや、ちょっと待ってくださいよ、はい、何時何分っていうのは決まってないけど、はい、終わった後にやるって決まってますよね。それがあらかじめ決められたスケジュールです、はい、で、これについてはこれというかその市長から、はい、あ、閉会後、定例会閉会後、直ちに説明する場を設けますので秘書候補課までお越しくださいと、はい、で、これはこの日入ってきたスケジュールですよね、はい、ですよね、はい、で、あらかじめ決まっていたものから処理をしたと、先にスケジュールが入ってだからやったというのが理由ですか、お二人。私は優先順位がどうなんだというふうに尋ねたんですけども、優先順位が先に入ってたからそれを優先したということですね。では、そうですね、それが動かなかったので、うん、うん、じゃあ先に予定が入ってたからそれを優先したという、そこまで分かりました、了解しました、そういう理由なんですね。じゃあなぜ優先したのかです。物事の軽重重い軽いってあると思うんですね。広報委員会云々と私が執行部として意見聴取を行うと、で、今回議決に関わって、ね、そもそも市長が認めてないというものを修正案で通されたわけですよ。どっちが大事なんですか。うん、いや、どっちが大事と、そこで慶長は測ってなくてですね、なぜなら、はい、なお都合がつかない場合、改めて機会を用意しますので、本日15時までに秘書候補会ご連絡くださいとありますよね、はい、ですので、まあ、都合がつかない場合、15時までに連絡をして、また日程を改めたら良いと。ああ、じゃあ都合がつかないというふうに判断されたんですね。先に都合があったということです。で、でそのさらに言えば、はい、上で控室から我々が出てきたときに、直ちに来てくださいと、で、候補委員会があるんだと、だから分かりましたと、終わったら来てくださいと、うん、市長おっしゃったじゃないですか、はい、ですのでその通りにしたと。いや、私が聞いたのはその前の意思決定を聞いてるんです。なぜ優先されなかったのかというのを聞いたんです。でもそれは今申し上げた通りで、なので後でも行けるからとりあえず行かなかったということですね。じゃあ、いや、とりあえずではなく、まあ、先ほど、じゃあ行くべきじゃないですか。いやいや、だからで、しかもですよ、さっきからおっしゃった通り、その候補委員会で話すのは議会頼りの話じゃないんですか。そう、もちろんですよね。いや、議会頼りもありますけど、議会広報として、じゃあ議会広報、議会頼り以外にどんな議論があったんですか。議会頼りは、まあ、紙面での発表です。で、議会頼りに関係のない話はどんなのがあったんですか、教えてください。私も知らないの。議会頼りが関わらない候補って何ですか。議会候補、議会頼りというのは、まあ、紙面で発行するものが議会頼りという認識でいます、はい、で、同じ内容ですけれども、議会について、どう市民の皆さんにあった出来事を伝えるか、その方法については紙面だけではないですよね。それ今まで何かそんなのされてます。してないですけど。ないじゃないですか。いやいや、存在しないものの議論をする。いや、それは議会頼りが出せなくなったでしょ。そう、そうなんですよ。今お二人がね、意味軸おっしゃった通り、
議会便りが出せなくなった場合にどうするかという議論じゃないですか、はい、結局議会便りの話じゃないですか、関連してますよね、関連はしてますですよね、だからもう一遍聞きますね、議会便りが関連しない議会広報という話が何かあるんですか、ないですよね、いやいや3月21日に議会便りが関係しない独立した事象が何か議論のテーマになったのか、イエスかノーかでございます、もう関係はしてますね、でしょ、全部関係してたんでしょ、た時に3月21日に開催された広報委員会、その議論の趣旨は総じて議会便りなわけですよ、そうですね、そこまでがいいですね、趣旨がそうですよね、た時に大元の議会便りについてその発行を止める止めないと言ってる市長なんですよ、意見を聴取する優先順位は上じゃないですか、こっちの方が、それを下だとされた理由を聞いてるんです、いや下だとはしてなくて、じゃあ慶長は答えてないですよね、じゃあ上か下か今判断ください、どちらですか、いやだからなぜそこに来なかったかっていう理由は上か下かっていう話じゃなくて、じゃあ上か下かの話じゃない、後でもいいっていう話をされたじゃないですか、じゃあなるほど、じゃあ単純にスケジュールで先に予約があったから優先してということですね、おっしゃる通りです、では改めてお聞きします、どちらが優先順位は上ですか、広報委員会で議論をすることと市長が止める止めないその判断をするために意見聴取をすると言ってるのにそこに行くのどちらが上ですか、今お答えください、いやそれはですね関係ないですか、まあ、あの、うん、関係ないですか、いやいや慶長はないですか、優先順位で言うと、はい、明らかだと思うんですが、私は明らかだと思って問いかけてるんです、だってこちらが、ね、止める止めない判断するのが出発点じゃないですか、ね、先ほどおっしゃった議会である紙面の話と紙面が出なかった時どうするかという議論だとおっしゃいました、その分水嶺ここにあるんですよ、川上であり川下の議論ですよね、どちらが上かは明らかだと思うんですが違いますか、だ委員会の開催は要は委員会の話なので、我々個人で開催の可否というか優先順位なので、開催の可否の要件を聞きました、要件確認してなかったでしょ、2人、いやおっしゃる通りで、まず確認してたんですか、確認してないですけど、してなかったですね、半数で今パッと答えましたね、私、じゃあ当然承知しているってことです、じゃあ2人が行かなかったら過半数はどうなるんですか、それを教えてください、おっしゃる通りで、過半数は3人対2人なんで、はい、過半数行ってますよね、はい、開催されますよね、じゃあ欠席という扱いになるんですね、欠席という扱いになりますし、委員長は欠席で開催するという場合があるんですね、じゃあ要件から言えば開催できますよね、はい、はい、それは委員会の開催の時間違いないですね、半数だはずです、はずです、はい、間違いないですね、やっぱそう認識してます、認識間違ってる可能性はないですね、確認された上で過半数だとおっしゃってるのか、そうじゃないからと推測してるのか、どちらですか、すみません、僕の方は確認していません、私もその時には確認しませんでした、はい、がそうじゃなかろうかと、いや半数だという自信はあります、はい、ただ、まあ、間違ってるかもしれません確認をしてない、ただそういうところだと思うんですよ、相手に対してはこと細かく問い正しておいて、じゃあそれはいいんですよ、別にやっていいんですよ、逆になった時自分たちがやってないっていうのは正義が通らないですよ、いやいや一般的に一般論です、これは社会の常識として、俺はいいけどお前はダメだっていうだからは悪ですよ、いやいやそんな話をしてるんじゃなくてよろしいですか、じゃあ違います、まあ、よろしくないですよ、今のはルールの確認の話をします、よろしくないですよ、じゃあなんで確認されなかったんですか、いやそれは時間的にすぐ判断しなきゃいけない話だし、いや委員長に聞けばいいじゃないですか、議会事務局に聞いたっていいじゃないですか、これって今開催されなきゃいけないんですか、欠席したらどうなるんですか、聞きましたよね、やるって言ったんで、欠席したらどうなるんですか、それ確認されましたね、じゃあ2人が欠席した場合委員会どのような扱いになるか確認されましたか、イエスかノーかどちらですか、確認しません、してないですよね、はい、してないじゃないですか、だって都合よく自分たちの解釈でその時は動いてるわけですよ、いやいや、じゃあどのように違うんですか、だって半数で開催されるわけですよね、開催されると思ってるだけでしょ、今事務局に確認したんですか、いやまあそれは今確認すればいいことだと思うんですけど、その時は確認しなかったんですね、じゃあだ多分事実ですよ、半数で、違います、半数、僕そんなこと言ってないです、確認をしたんですかと聞いてます、事務局に2人が欠席したら委員会はどうなるのか確認されましたか、されてないですよね、僕は確認していません、なので、はい、僕の認識で言うとその開催されるされないではなくて、それを、
市長との意見交換を優先させる、要は委員会をずらすということになるんだったら、僕は委員会としてそこで皆さんの同意が必要だと判断しました。同意というのはどういう、みんなが先、まあ、さっき南沢議員が言ったように、先に意見聴取行くべきではないですかっていうことを皆さんが同意された上で、じゃあ僕ら行ってくるんで待っといてくださいになるものだという認識だったので、それはなぜですか、なぜそのように思われた、まあ、それ要は委員会というか組織の話なので、我々が勝手に議員個人として行動ができないという判断です。なので私は要件を確認したんですかと先ほどから聞いてます、はい、要件を理解した上で確認した上で、2人がいなかったら流れるのか欠席扱いになるのか、それらでまた判断変わってくると思うんですよ、うん、確認せるままそっちに行ったっていうのは単に自分たちの主観で都合が見やすい方に行っただけじゃないんですかというふうに今問ってます。違うんならその違うポイントを教えてください。いや、合議制で動いてるわけで、はい、で、まあ、委員会については開催されると、はい、なったわけですよね。提案はしたけど、そういう提案を通らずに委員会としてやるってことになった。そういう決を取ったんですか、議事録に残ってますか。議事録はないです。残ってないところでの意思決定を主張されたら困るんですが、それはじゃあ誰が開催しようって言われたんですか。名前教えてください。委員長と他誰ですか。他誰ですか。まあ、委員長、記録残したのに聞いてます。三田議員とはあと誰ですか。委員長の判断です。委員長の一人の判断ですか。合議体と合議制とおっしゃったんですけど、委員長一人の合議制はないですよ。委員会とおっしゃったんですか。構成メンバーがあるんですよね。おっしゃる通り、議事録に残ってないので、はい、記憶としてはかなり曖昧なので、なので今残そうとします。誰が言ったんですか。意見交換したら記憶が曖昧だって言ってました。え、誰が言ったかも覚えてらっしゃらないですか、お二人、お二人とも。いや、あの委員長以外、新田議員以外、誰が意見聴取よりも委員会を優先させようと言ったのか、誰ですか、どなたですか。委員会を優先させようということではない。私は委員長には直接問いかけました、はい、新田議員、はい、直ちに来てください、公委員会やってる場合じゃないでしょ。誰かが動画撮ってあげてましたけども、ですよね。その時に、じゃあどなたですか、委員会を開こうと言ったの。開こうではないんですが、まあ、一緒に行きませんかって言った時に、あ、わしゃいかんという答えは。どうなんですか。いや、それは議事録に残ってないことなので、それを僕がここで勝手に言うというのもおかしな話です。なぜおかしいんですか。議員には説明責任があると思います。それはその人本人がされるべきことだと思うんですけれども、なので正しますよ、戻しますよ。委員会がなぜ市長の執行部の意見聴取より優先して開かれたのかというのを問うています。なぜ優先されたのかなった時に、その誰か、田辺議員が先ほど合議体なので委員会として決まったんだとおっしゃった。じゃあどのようなけ違うんですか。いや、決まったというか、それをしないということになる。要は我々2人が、こちらに、皆さん他の方を待たせてこっちに来るっていうのは皆さんの同意が必要だという判断です。で、それで、まあ、一緒に行きませんかという声掛けはさせてもらったんですけども、まあ、行かないという返事です。中でじゃあ我々が勝手に行くことで委員会が、まあ、開催されたとて欠席になる、開催されないっていうことになると、それは委員会としての動きではなく、我々個人議員としての動きによって、その、委員会そのものの判断が、開催されるされない、開催されても欠席になるということになるので、そちらを優先したというのがその時の僕の判断です。なので委員会として決を取ったわけではあるんですか。ないんですか。決を取ってません。ないんですか。ふわっと合意ができました。ふわっと決められたんですね。そうですね。そういう意思決定は良くないと思うんですけど、いかがお考えですか。市民の代表として仕事をしているわけですよね。自分たちの会社の経営の集まりじゃないんですよ。市民のために仕事をしているわけで、私も同様に。だときに予算が通る通らないの話をしてきてるわけじゃないですか。閉会するまで。ね、で執行権をで止めるか止めないかの判断をするわけですよ。だときに、なぜ公務員からそこでやってしまったのか。これ当然市民には知る権利があると思うんですが、ないですか。なぜ公務員から先にやってしまったか。はい。なぜ優先する
そこに必然性があったのかという理由を先ほど来お伺いしました。まあ、そこを我々答えを持ってないんでですよね。いや、優先先に行きましょうよって話をしていて、はい、そうじゃない決定をされたと。で、なぜかって言われてもそこに私たち答え持ってないですよね。 なので議事録には議事録があるんだったらそれを取り寄せれば済むんですけども、ないです。残ってないところで意思決定がされたとおっしゃったので誰が何を言ってそんな風になったのかっていうのを通ってるんです。それがなぜかという理由です。誰が何を言ったかっていうのはもう明確でここで語れるようなものはないので。それはなぜですか。覚えてらっしゃらないという意味ですか。記憶にないという。そうですね、正確には覚えてないですね。じゃあ大体でいいんですよ。どういう議論がそこで意見のやり取りがあったのか、それだけでも市民は知る権利使えれば行使できればと思うんですが、何か思い出されるものがありますか。いや、やりましょうとぐらいだと思いますね。記憶に残って今後言うから、ええ、いや、やりますと、はい、はい、その程度それぐらいでされたと。まあ、それが、うん、まあ、合意として成り立ったので、はい、わかりました、はい、はい、了解しました。まあ、ここまでの流れで、まあ、市民には伝えるしかないので承知しました、はい、ではようやく本題に入るんですけども、まずもってこれは田辺議員には以上でお伺いしたかなと思うんですが、私がそもそも問題視している議会頼りの正当性ですね、改めてお伺いするんですが、間違ってましたよね。75号の件ですか。まあ、例えばそこ75号の件に関しては、あの要約の部分に関しては、あれは正しい要約ではないという認識です。ですね、はい、おっしゃいました。宮崎さんにはいかがでしょう。それも一発と答えましたね。ですよね、よろしいですね、はい。じゃあ間違ってる情報が載ってる議会である、これは議会基本条例に反しますよね。そのお二人が議会基本条例で指摘されてたと思うんですけど、議会である発行する云々ではなくて、私は間違った情報を載せてるのが議会基本条例に反するという認識なんですが、議会基本条例に反してませんか。間違った情報か否かというところ、先ほど75号で誤りがあったと、お二人誤りがあったというか、はい、要約として不適切であろうと、不適切ですよね、というふうにお伝えしています、はい、不適切な、ただそこには前提条件があって、はい、会議の中での発言、はい、を要約したものとしては不適切だろうと思っています。はい、なので不適切なんですね。ただ、はい、これはご本人さん、発言されたご本人さん、まとめてご本人さんじゃないんで分からないんですけれども、推察するんですよ。まあ、市長は前市長よりもたくさん、まあ、陳情に行かれている回数が多いというのはそこで明らかになっていることなんですが、その、まあ、記事をまとめた方はそれ以上にやるべきじゃないかという考え方を持っていたとすると、これって、まあ、本人からしたらそれなりなんだろうなという論法も成り立つわけじゃないですか。成り立ちません。そんな国語の問題に対する答案が出てきたらゼロ点です。その通りなんです。なぜなら、なのでもう一遍聞きますよ。広報誌議会頼りとして情報発信をする際に適切ではない表現がありましたよね。そうですね、議事録ありましたよね。それはそう思います。あったとしたら、それはそう思います。誤ってたら議会基本条例に違反してませんか。誤っててもいいんですか。いいとはおっしゃいましたよね。議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう、情報の提供に努めなければならない。なので、市民の評価が適切になされない情報は出しちゃダメですよね。と思いませんか。構わないというご認識ですか。どちらでしょうか。いや、適切になされるべきです。ですよね。はい。なので、適切じゃない議会通りは、出したら議会基本条例違反だと思うんですが、違反してませんか。議会基本条例そのものに反するか反しないか、まあその時点で75号についてその下りについては不適切だと認識しています、はいはい、だからこそ
そこについて対策を立てているわけじゃないですか。反してましたよね、理解基本。そうですね、だからそこについてはそういう判断で対策を立てています、はい、なのでその後の是正措置も取られてないじゃないですか。取ってますよね。取れてないと思います。いや、取ってますよ。どのようなんですか。まずはその先ほど私が申し上げたようなことは、議事録の範囲の中で書くのであれば、まあ、不適切です。でも先ほど申したような議事録に載ってないものを書いたら不適切ということですね。議事録の中、結局ここの問題にしてもそうですけど、はい、次の文章を読んで問題に答えなさいなんです。でここの問題であればその中の範囲内で考えればいいんですよ。それ以外の予見は言ってない、通ってないんですよ。はい、もちろんです。ですよね。で議会代表もその中でやるべきだろうなと私も思います。それは最低限の条件ですね。はい、そしてなのでこの中でやりましょうと。議事録にないものは使わないようにしましょう、うん、もし仮に使う必要があれば括弧書きをして、分野を分かりやすくするために使いましょう。そういう是正措置を取りましょう、はい、でそれがまず言ってるんですよね、はい、で加えて、まあとはいえこの質問に対してこの答弁というのは、まあ、ダイレクトならいいけど随分話の違うところから持ってきたりすると、はい、それは確かに不適切なこともあると思うので、はい、そこは我々広報委員会が複数の目で見て判断をしていきます、はい、でその修正に対してもしその修正が気に入らない、認められないということであれば、それは私たちの責任で掲載を止めますという是正措置を行っています。じゃあそのどこに判断基準があるんですか。広報委員会です。広報委員会で評価される何か指針、評価シートみたいなのが作成されてるんですか。基準が複数の目で確認する。それは誰がどのように保証されるんですか。6人が責任を持ちます。じゃあ市はこれまで2023年1、4、7、10号で繰り返し指摘していますが、これらについて広報委員としてどのような責任を取ってらっしゃいますか。市の見解が伝えています。不適切だと対処されましたか。いや、されてないですよね。ちょっと待ってください。ですね、いや、されましたか。じゃあされたものもあります。いや、市としておかしいでしょという指摘をしましたが、はい、どこかで説明されましたか。それについて反論でも結構ですが、間違ってたと認めたのか、いずれかの対処されましたか。間違ったと認めて訂正文を出したものもあります。議会代理の方で。それ何号のどれですか。例えばですね、2022年4月号今そこに上がってるもんじゃないですね。72号ですね。それうちの指摘じゃないですよね。いやいや、指摘じゃない。指摘したのは2023年の1月号以降ですよ。23年の1、4、7、10月号で議会代理の不備を指摘して。待ってくださいよ。それは待ってくださいよ。それいつその号だというふうにおっしゃいました。ん、具体的に2023年の1月でしたのか。いや、まあ、もちろん1月にあるのも分かってるんです。分かってるんですが、今その範囲を限定されたじゃないですか。これが75号なので、あの茶木川議員のそれなりにがここです。これが出発点です。いやいや、その今の話はその前の話なんですけど、今72号の話を、うん、その前の話なんですか、前の話を言ってるんじゃないんですよ。いや、前の話を言ってるんじゃないってことは、いつからそういうふうにおっしゃってるんですか。なので明らかなのは2023年の1月号っていう75号。それはいつそういうふうにおっしゃってるんですか。75号の話をこれまでしてきたじゃないですか。75号の話は聞いてます。はい、なので72号のそれより昔の話は私してなかったんです。いやいや、議論の中で議会で散々議会代理の是非を論じるときに一番分かりやすいから75号って言ってました。これが71号であれば、71号で指摘された、72号で対応するようになったは成り立ちますけども、72号より後で起きた事件ですよ。いや、72号より後で起きたっていうふうに市長は一回も限定されてないはずなんですよ。限定っていうか見れば分かるじゃないですか。だから なんで時間的訴求をできると思われるんですか。いつ時点で是正措置を取られたとおっしゃるんですか。72号と今おっしゃいましたね。おい、言いました。72号で是正措置を取ったと主張されるんですが、75号で事件が起きたわけです。それより後に。そしたら75号以降で是正措置を取らなかったら意味がないと思うんですが。いや、ちょっと論点が違って。どう違うんですか。何が違うかというと、はい、市政の動き、施行法ですね、の施行法の施政の動きの中で
議会広告に言及されているものを全部、まあ、洗い出しています。でその発端は72号です。全部ってこれも含まれますよね。じゃもちろんです、はい、10月号あの2023年10月号ですね、はい、洗い出しています、はい、でそれに対して、まあ、対応を取ったものと取ってないものもあるんですけど、もちろん取ってないのもあるんですね、はい、取ってないものについてはこれは認識の違いだろうと、市長の認識と議員の認識が異なった。市長はそういう認識です。その結論どこかで発表されましたか？発表はしてません。そしたら答えてないじゃないですか。さそれについてはその件が誰にも伝えず自分たちでそうだねって言っただけ、どこに説明責任を果たされたという事実があるんですか？まあないですね。それについては先日の討論で述べましたけども、まあ、見解の違いである。で両方を見た市民の方々が判断するしかないんじゃないかというふうに考えています。もうちょっとおかしなことを言ってるんですけど、議会頼りの訂正記事を広報誌で毎回するというのは異常な状態です。市民が両方読み比べて事実を突き止めるなんて、そんな情報発信不健全です。それは分かりますね。そうあるべきだと思われます。まずその前提がどうしたですか？まず前提が過ちを指摘するんじゃなくて市長の主張を述べているものもあると思います。なので過ちとして指摘しています。過ちではなくてであれば過ちではないというのを返すべきだと思うんですが、それはされなかったんですよね、事実として。うん、返しないですね。で述べた理由により話を戻すと、議会頼りだけ読んで正確な情報が伝わらないかもしれないから広報誌でも書くべきだと2人はおっしゃるんですか？いえ、そうではないですね。そうではなくてないですね。いや、議会広報の中でというか議会の中で議員が述べているのは、はい、まああるものに対して、まあ、例えばピラミッドに対して横から見て三角だと言ってるわけですよ。でいや、そうじゃないと、上から見たら四角だろうがという話っていうのは視点の違い、見解の違いだと思う。あ、すみません、そんな指摘私してませんからご安心ください。で、話戻すとそんな内容書いてないですから、ちゃんともっぺん読んでおいてください。いいですか？72号ではなくて75号以降の話です。まずこの認識は今なかったようなので改めてお伝えしました。よろしいですね？よろしいですね、はい、その上で72号でを受けて是正措置を取ったとおっしゃるんですが、75号で実際大きな、より大きな事件が起きてるじゃないですか。なぜ起きてしまったんですか？72号で対処したと言っておきながら75号で起きた、この因果関係を教えてください。はい、72号の段階で起きたことは、まあ、議事録にない言葉が付け加わっていた、はい、なので議事録にないものは括弧をつけるなり対応しましょう、はい、それが72号の対応です、はい、で75号までは一般質問については、まあ、全く議員さん責任の下で、はい、編集して、はい、でまあ、執行部から指摘があってもそれを取るか取らないかっていうのも含めて議員さんの対応というふうに決まっていました、はい、それを75号以降をまず議事録と付き合わせを議会広報委員会で行いましょう、はい、対応しました。で、さらに加えて、それこそあの市長が、執行部のチェックをして、で市長がいいと言わないと発行しないぞということを、まあ、昨年の9月におっしゃられた、はい、そこを受けて、今までの体制って最終的に、議員の責任を出せるという状態だとまずいというふうに判断して、こちらで一般質問を止められるような体制を取りました。なので75号以降どのような改善策が取られたんですか？もう手を教えてください。まず議事録との付き合わせ、それは前からやってたんじゃないですか？いや、議事録の付き合わせは一般質問に関してはそこまで行ってないです。はい、じゃあ72じゃなくて75からされたんですか？それはその通りです。いや、正確に言うと75号もしていません。なのでそういう問題が起きました。あ、はい、だから75以降、76以降です、ね、6以降です、ね、問題を指摘されて、全員がチェックをする。以降で議事録にまずないとダメです。当たり前の話なんですけど、はい、そうですね、そうですね、はい、でその上で、それ土台の話なんです。その上でどのような是正措置が講じられたんでしょうか？それ当たり前の話だって、ね、本文に載ってないものをようやくて書かないじゃないですか、はいはい、なので
の要約の採点をする体制をどのように構築されたんですか。協議ですね。協議、みんなで協議してそれでいいよねと。はい、広報、はい、委員会で責任を持つ、ね。はい、そうですね、編集責任を持ちます。はい、じゃあそれに対して執行部はこの4月号以降でこれが正確ではないと指摘を続けたわけですよ。それについてはどのように受け止めていらっしゃったんですか。ちょっとそれについては具体的に話をした方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、どこでいきますか。一般質問の部分というところに絞っていいですか。じゃあ一番分かりやすいところでいきますと75号以降ですね。特にまあ76号以降はそういう対応を取っているので、私が最後に指摘したのが77号なんですが、はい、例えば一つ挙げれば77号を指摘したのは7月号そうですね、2023年、はい、この中で全般を指摘してます。議会代理だけを読むと議員の質問と執行部の答弁が議論として成り立っているような印象を受けますが、切り張りによって取り繕われており事実は異なります。議員の発言には認識の誤りや論理の矛盾が少なくありません。ぜひ実際のやり取りを主張し議会の実態を確認してみてくださいという問いかけをここでしました。でここでは具体的に指摘したいので何かといえば、例えば一つ挙げれば77号の18ページ山本勝議員の質疑応答、市長として市民に対してどういう具体的なことをされているのか、市長の答弁、市長は市の代表ですが市民の代表は議員の皆さんです、違うとおっしゃるならバッジを外して出て行ってください。この QA 意味が不明だと思うんですが、これ問題だと思って出されたんですよね、広報委員会ですよね。当然チェックされてますね。77号ですよね。はい、77号18ページ、山本勝議員の3つ目の質問に対する市長の答弁、確かにこの文言は議事録には出ていますが、こんな質疑応答ではなかったです。完全な切り張りです。ここだけ読んでも意味が不明じゃないですか。市長として市民に対してどう具体的なことをしたのかという質問に対して、ね、違うとしたら罰を外して出てくださいという私のセリフが載ってるんですよ。噛み合ってないじゃないですか。違うところをアンサーで載せるんですよ。これは明らかに。こんな国語の問題で回答丸つくわけがないですよね。これじゃあ意味が分かる、じゃあ今これだけ読んで意味が分かるならどういうシチュエーションなのか説明してください。議事録読まないとわからないでしょ。わかりますか。それについては確かにうまくつながってないです。繋がってないでしょ。ただその、はい、77号っていうのは、はい、まあ、2023年の5月に発行していて、はい、で、つまり3月議会ですよね。2020年、まあ、昨年度、はい、令和5年の3月議会を取り扱っています。はい、これ僕は消しすぎない。はい、3月議会を扱っています。でその段階で先ほど申し上げましたが、議会広報委員会で止められるとなったのは6月以降なんです。ストップをかけられるとなったのは、これは止まらず出たものってことですか。止められない、止めるということに。76号以降で対応されたというふうなおっしゃり方だったかなと思いますか。対応はまずマーカーを引いて、議事録にマーカー引いて出してもらうというのがまず一段階目です。で そこからもう一歩進んで、広報委員会の権限でやっぱりこの要約おかしいよね、このまとめじゃおかしいよねってなったら止められるというふうになったのは6月なんですよ。じゃあ何号ですか。なので78か。78は6月議会を使ってますので、はい、78ですね。78号、じゃあこれはすり抜けてしまったということですね。そうですね。はい、わかりました。了解しました。でそうした状況、今初めて聞いて分かりましたが、是正措置間に合ってないじゃないですか。いや、まあそれはご指摘の通りです。ご指摘、それはその通りです、はい、何の根拠に議会頼りが議会基本条例を遵守できてるって判断こっちできるんですか。できないじゃないですか。いや、だからそれ以降ですよ。
それ以降、まあ、実際のところ、はい、議会候補特別委員会、じゃあそれ以降78号ちょっと待って、議会候補特別委員会で、はい、まあ、記事の修正をお願いして、はい、で止めるっていう事態には今のところなってないです、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと私次どうしても行かないといけない委員会があるので、ええ、それは10時にはここ一旦終わってしまうんですけど、はい、じゃあこれだけ持ってお教えください。78号以降では今お二人がおっしゃる是正措置が構築された状態になったということですね。そうですね、までは、はい、分かりました。じゃあ一旦ここまででお伝えして、すいません今日この場は一旦終わらせていただきたいんですが、78号についてこの付箋つけたのは私じゃないです、職員です。職員の目で見て議会だよりこれだけおかしいと思うポイントが出てます。よろしいですか。じゃあこれはまた改めてお伝えします。よかったらそれを、はい、事前に伺っておいて、はい、対処どういう対処したのかお答えしたいと思うんですけど、はい、可能ですか。これはただこれも指摘されている部分ということでよろしいですか。78号、まあ確かに議会候補の2023年の10月号にあったかなとは思うんですが、はいはいはい、この範囲でよければ概ね、はい、はいはい、ご説明してあると。わかりました。はい、はい、また改めて、はい、いやすいませんが、また改めて、はいはい、お願いします。はい、ありがとうございます。